はい、皆さんこんにちは、タナヤン語録チャンネルです。いつもご覧いただきありがとうございます。私のちょっと編集室からお送りしてますけども、実はですね、まあインスタグラムとか、まあ YouTube の投稿をご覧になっていただいている方にはもうすでに分かっていることなんですけど、7月の23日ですかね、ちょっと交通事故ですね、単独事故なので何か巻き込んだとかではないんですが、起こしてしまって左のお尻をですね、壁と車の間にむぎゅーっとこう挟まれて、バーンとちょっと弾かれたような形で、打撲、かなり重度の打撲と、左座骨と、大腿骨とこの骨盤の、なんていうんですかね、可動をするところ、あそこがですね、ちょっとかなり状態が悪い状態で、骨座礁というですね、状態になってます。まあ座骨も折れているので、当然左足っていうのは荷重ができない状態なので、しばらく、まあゴルフはできないのと、左足に乗れないので、まあ今筋肉がですね、めちゃくちゃ減ってるんです。ちょっと、ももや、このふくらはぎはそうでもないんですけど、ももがとにかく細くなっちゃいましてですね、まあこの筋力を戻すのに、まあ大体3ヶ月以上ですね、今1ヶ月間、まあほぼ動かせない状況なので、こう座ってでもね、左お尻がこうつけないんですよ。なので、こう、背骨もちょっと傾いちゃうと、お姉みたいな感じになっちゃうんですよね。普通に座ってても、こう、ちょっと、みたいな感じになっちゃうので、非常にいい状態はまだ良くないんですが、でも、もう退院してきて、今2週間経ちますけど、まあ、徐々に、リハビリをしながら、体重僕は65キロなんで、だいたい20キロ、3分の1の荷重から始めて、4分の1、フル荷重っていう風に、この2、3週間で移っていきながら、徐々に体調を整えていって、ゴルフのスイングにができるようになるまで、まあ、頑張っていくっていう状態になってます。なので、まあ、ラウンド動画っていうのを僕はほとんどやってますので、動画の配信っていうのはほとんどできないんですが、今回はですね、その怪我する、ちょっと1週間ぐらい前に、ラウンドした動画がありますので、ちょっとその編集をね、お送りしたいと思います。インスタグラムで今、その経過とか、僕のプライベートなこととか、いろいろやってますんで、よかったらインスタグラムのフォローもよろしくお願いします。じゃあ、動画をご覧いただきたいと思います。それではどうぞ。はい、というわけで、まあ、退院後一発目の、一応、映像になるわけなんですけども、実際はこのラウンドはね、今説明した通り、事故する前の、まあ、ラウンド動画ということで、当然、しっかりとスイングできてますので、ご安心ください。まあ、過去にもこの玉缶の、ラウンド動画はね、結構アップさせていただいてまして、かつては80代後半、まあ、90代もね、時々打ってたような、まあそういうコースなんですけども、まあ、成長した姿というか、はい、見ていただければなっていうふうに思います。まあ、今の自分の体の状態から言うと、こういうふうにね、伸び伸びとスイングできてるのがなんか羨ましいななんて思ってますけど、はい、でドライバーですね、まあ、前から伝えていますけども、このフェースの、閉じ具合、しっかりとボールにフェースを向けたまま、テイクバックしていくことと、インサイドに引かないようにすること、まあ、インサイドに引きながらこうシャットにテイクバックするということはできなくはないんですけど、正直胸の前にクラブがある感覚っていうのがなくなりますね、右にね外れてっちゃうんですよ、ヘッドが。なので今みたいな感じでテイクバックするということが重要です。で、このセカンド、フェアウェイウッドですね。芝のこの刈ってある方向がですね、右方向めちゃくちゃ向いてるんですよね。こういう状況っていうのは、右に打ち出しやすいです。人間でね、その芝のその刈ってる方向を向きたがるんですよ。ティーグラウンドなんかでもそうですね。こう斜めになってると。正面向けなくなっちゃうっていうこともあります。ですから、しっかりと後ろから見て、スパットを決めて、打つっていうこと。毎回必ずこのように、1、2メートル離れて、後方から見て、どの方向に打てばいいかっていうのを確認します。まあ、このセカンドもそうですね。3打目ですね。ここも同じです。芝の向きですね。こう見ると、左の方にぐーっと、刈られてるんですけども、このラインに沿って打ってしまうと、大きく左に外してしまうので、しっかりと、右方向に打ち出せるように、構えております。まあ、打つ前の、準備段階で、マネジメントっていうのはしっかりとして、自分のアドレス、フェースの向き、まあ、そういったところをね、最新の注意を払ってスイングするということ。まあ、こういうことができないとですね、まあ、自分のスイングがおかしいって思い始めちゃうので、アドレスっていうのは重要ですね。
で今ラウンドレッスンの情報出ましたけど、あの当然今怪我しているので2ヶ月ぐらいはちょっとできない状態ですね。ですが、あの登録しておいていただければ、あの復帰した際にぜひご一緒できたらなというふうに思いますので、はい、よろしくお願いします。はい、歩幅ですね、まあ、早朝6時過ぎぐらいのスタートなので、今これ6時20分ぐらいですかね。ナイスバディ。で今私のパットの練習方法というのは、このパットアウトジャパンさんから出ているプレッシャーパットトレーナーっていうね、まあ、これをですね2メートルぐらいのところに置いて、私の家は絨毯なんですけど、まあ、ちょっとあの模様がついていて、まっすぐこうラインの引いてある絨毯なので、まあ、そこを使ってね、2メートルぐらいをひたすら打つと。はい、で2番ホールは、ピンまで120ちょいだったと思いますね。少し手前に切ってあったので、うん、これピッチングで、もう出しでしたね。めちゃくちゃ高い球が打てますけども、まあ、先ほどのドライバーと一緒です。あのフェースを、ね、開かないように、ハーフウェイバックに来た時に正面から見てフェースが上向いちゃってると、もうね開いている状態なので、このように閉じた状態でしっかりと上げてシャフトを立てていくようなイメージが欲しいですね。まあアイアンで寝かしすぎてしまうと、インサイドから入りすぎる、もしくは、左回り逆ループをしてしまってね、アウトから入るっていうスイングになっていってしまうので、ぜひともここは注意していただくと。はい、でまあタナヤンレッスンご受講いただける場所ということでご紹介してますけども、はい、これもラウンドレッスンと同じくちょっとまだ怪我してるので、まだまだ復帰までのめどはちょっとついてないです。ですがまたこの LINE もね登録していただければ、復活した際にはご連絡して、もうレッスン可能ですよということでご連絡しますので、ぜひご登録いただければ嬉しいです。はい、で3番ホール、まあこの玉感はね、この3番ホールですね、実はもともとパー4なんですね。で打ち下ろしになってて、僕好きなパー4だったんですけど、まあなんか事故があったとかなかったとか、もしくはこうカートがねすごい詰まる場所だったんですよね。なかなかこう前カートがどこまで行ってるか分かんないみたいな感じでね、打ち込んでしまうことも多かったなんて聞いてたので、はい、でここのパー3ね、グリーンの右サイドに行ってしまったんですけど、なんか排水溝のめちゃくちゃすごいところにあのラッキーで当たってパーンと跳ねて、なんとここまで寄っていたという。まあね、今日はあの哲也とヨシさんと回ってるんですけど、ニアピン対決とかもやってるんでね、はい、みんなから卑怯だって言われてますけども、2メートルのバーディートライを、ね、入れきれるかどうかっていうのは大事です。うわ、ナイスバーディー。イエス、ありがとう。え、すぐ2個目これはラッキー。はい、うん、これはねティーショットラッキーだったんですけど、しっかりものにできました。でこのパターの打ち方なんですけど、私は、ソールを上げます。でソールを上げる前にちょっとこの動画分かりにくいですけど、結構あのフォワードプレス、ちょっとハンドファーストにグリップを動かしてからソールを上げて打ってるんですね。でこれやるとですね、非常に転がりが良くなるのと、なんて言うんだろう、鉛筆でまっすぐの線を描かなくちゃいけないときに、握ってる、グリップしてる鉛筆を想像してみてくださいね。グリップしてるところをちょっと線を引きたい方向にグッと倒すじゃないですか。でそのまま引くとまっすぐ線が引けるんですけど、あのイメージです、うん。あのイメージを持ちながら、このパターとジャパンのパター練習器具を使って、ひたすら打つという練習を繰り返しています。であのジャンボ尾崎さんがですね、昔パターが上手い人はみんなその指導が上手いということを言ってます。まあ、なので私も、うん、かなりその指導ですね、ライン読んだり、まあ、いろいろテンポ感っていうのがそのアドレス入るまでの時間だったり、の、まあ、尺だったりテイクバックするその指導、それをね、いかにスムーズにするかっていうのが、まあ、一応テーマとして取り組んでいます。で、このセカンドショットなんですけども、右サイドラフからですね、ちょっとこの図面見ると分かると思うんですけど、若干右ドッグしていて、左サイドはですね、バンカーが、大きなバンカー、難しいバンカーが3つあって、左サイド OB なんですよ。でこう例えば残り164ヤードで、じゃあ無茶せずに短いクラブを選択すると捕まる可能性が非常に高いんですね。ちょっと軽く打って、
フェアウェイに落とそうって思うと、あの尾根のところですね、右の尾根のところをこううまく通さないと、まあ、ちょっとでもドローするともう OB なので、5番アイアンを使ってちょっとスライス目に打つと、捕まりづらいクラブを選んだっていうことですね。まあ、こういうふうに自分の、選んだクラブで、まあ、どういう出玉が出やすいかとか、どういう回転がかかりやすいかっていうのは普段の練習場で、かなり打っておくといいですね。で、キーバーアイアンでアプローチ、完全に読み間違いですね。しっかり見てね、スライスだと思ってました。まあ、ほとんどのコースがこうグリーン奥に、ね、登ってるようなグリーンの傾斜があるので、あのどうしてもその固定概念が抜けないんですよね。なので今左サイドからちょっとスライスするだろうと勝手にね予想してるんですが、やっぱりね反対側から見ると、あ、違ったと、フックだったっていうのが分かるんですけど、まあ、アプローチの時にね時間があれば必ず反対側に行って傾斜を読むというのが大切です。いやさすが、これはナイスセーブですね。やっぱりあの指導の仕方、リズムの取り方、この辺りがこう今みたいな中途半端な距離、外しそうな距離でも非常にルーティーン含めて重要な初動になってくるかなと思います。で、5番ホール、ね、打ち上げてきますセカンド。あ、左で、これ左サイド行くとちょっとね崖の下というか、あのフェアウェイからだいぶ低いところから打ち上げになります。これはね20ヤードから30ヤードぐらいの打ち上げになってるんじゃないかなという感じがしますけども、ピッチングで、ラフから、ただこれ幸いなことにちょっとラフに浮いててくれたので打ちやすいです。これだけラフに浮いているともう意識しなくても球は勝手に上がるので、あざす、ね、で、ヨシさん、さあ、どっちがやってるでしょうか。微妙だ、ね、微妙だとしたらヨシさんが手に持ってるのは何ですか。それはこれはニアピン君。ニアピン君、何、ピンまでのボールまでの距離測ってくれるの。すごい、オッケー、オッケー。じゃあ、タマヤンちょっとボールのとこに立って。タマヤンじゃないか。はい、あ、これ俺遠い、あ、俺確実に遠いけど、ごめん、あの目が悪くてこの点が分からない。なんでそれ。点が俺に当てるんだ。それで距離が分かるっていうの。こうやって当てると、ここから 1.6 メートルとかで。あ、正確じゃんこれだったら。このレーザーでもいいわけじゃん。レーザーだと近いと出ないじゃん。あ、確かに。もう5ヤード以内とか出ないもんね。これだともうコンマ何、コンマいくつまで出るから喧嘩にならない。でもユウさん、あの見えてないから意味ないね。そうそう。点が見える。レーザーの点が見える。ポンコツすぎるだろ。何してんの。はい、ヨシさんね、仕事柄こういう道具をねよく使う方なんでね、ニアピンの、まあ、微妙な距離の時使ってるそうなんですけど、で私はバーディートライ、17、8歩ぐらいだったと思います。ちょっと雨が降ってきてね、芝が重くなってきてるんで、まあ、下りもあって、しっかり取ったんですが、ちょっと微妙に届かず、あ、パッと食べなかったです。ナイスパーですね。で、次はパー5、6番ホール、打ち下ろしになってます。482ヤード、実際はねこの打ち下ろしが 2,30 ヤードあるっていう感じなので、距離的には450ぐらい、しっかりとドライバー打てれば、2オンっていうのもね、狙っていけるホールです。ただちょっと狭いんですよね。右はすぐにワンペナ、左は OB というところで、コースなりにヘッドを打つような形ですね。左が、ここ思い切り傾斜になっているので、まあ、左サイドを行ったとしてもちょっと落ちてくるような感じなので、まあ、そういう形で少しコースを広くね使うようなイメージで、打っていきます。これセカンド7番ウッド、ちょっと左足下がりでね右に行きそうな、まあ、ライだったんですけど、案の定右にパッと飛んでしまって危なかったですね。これもね左にしっかりスタンス取って捕まえていくように少し球を中に入れたんですが、フェースが閉じ切る前に当たってしまったっていう感じで、ちょっと危なかったですね。コンパクトに振って低い球を打って、まあ、2オン狙いっていうわけではなくて、これはね、まあ、グリーン近くまで行けばいいかなと思ったんですけども、
うまく打てなかったです。短く持って、こういう時は、高い球を打たない、まあ、低いところにヘッドをね動かしていく。うん、いやー、いい音。ぴったり50じゃないですか、今。うん、俺も55なんで、キャリー50。あー、ちょっと滑っちゃったな。あ、ナイス。ありがとうございます。うん、これはちょっとラフから浮いてたんですけども、まあ、こういう時ってね、少し引っ掛けやすいですよね。ただねピンが右に切られていたので、まあ、多少引っかかってもしょうがないかなという感じで、打ちました。ただ少しダフって若干ショートですね、上りのスライスラインが残りました。バーディートライです。やばい OK 泣いた。うん、これは惜しかったですね。ちょっと打ち切れなかった感じですね。はい、7番ホール361ヤードパー4、ちょっと複雑なコース図面なんですけども、左サイドのちっちゃいブロッコリーのような木が見えてると思うんですけど、あっちの方向行くとですね、まあ、距離出た時にあの OB に行ってしまう可能性があるので、若干右でももうしょうがないかなという感じで、上の段、はい、上の段止まったっぽいよね斜面が結構あるので、ただラフでねやっぱりこの時期は止まってしまいますね、いつもならね下まで結構降りてきたりするんですけども、かなりきついつま先上がりになってます。こういう時はですね、左サイドもえぐれていて、もう崖行ったら一巻の終わりなので、もう右の林向いちゃいます。で無理にグリーン狙うことはしないで、138ヤード、もう軽く本当に短く持って横振りです。もうバット振るような感じ。もうこうなると来角が思い切り立ちますので、要は左に飛びやすくなるんですね、まあ、それを見越して、このように短く持って、横振りです。この時注意するのは、まあ、地面にが近くなってるっていうことですよね。ボールが近くなってるので地面が近いということで、まあ、状態がですね打ちに行った時に前にグッと入ってしまうともうダフりますので、まあ、前傾姿勢をね必ずキープしながら、もうロボットのように下半身ほとんど使わなくていいので、バンとこう打つような形ですね、まあ、アプローチのような感覚で振るって言ったらいいんですかね、うん、あれでね、クリップを長く持ってしまうと、まあ、ほとんどの方がダフりますね。普段から練習場で短くグリップをして打つ練習っていうのもしておくとですね、こういう傾斜対応能力が非常につきます。で、3打目20ヤードちょっと、うん、これはですね狙った通り落ちたんですが、思いのほか転がってしまったっていう感じですね、うん、うまく打てたんですが結構オーバーしてしまって、これがパーパット、うん、下りですね。ほぼほぼまっすぐ、まあ、若干スライスするかなっていうような、感じのラインになってます、まあ、この時もそうですね、アドレス最新の注意を払ってボールの位置とルーティーンっていうのを守って、やります。でグリップは私は逆オーバーラッピングっていう形でやってますけども、ありがとうございます。パパ、うん、これはナイスパーセーブでしたね、うん、よくやりましたっていう。で私が今このグリップ逆オーバーラッピングにしてるのは、ちょっと左手の甲をこうカップに向けていくイメージ、まっすぐフォローを出せるイメージが非常につかみやすいっていうので、このようにしてみます。逆に右手中心で打つ人っていうのは順手の方がいいかなと思いますね。まあこのあたりは、ね、好みが分かれるとこではあると思いますが、で8番ホールちょっと短めのパー4、ここはですね、ちょっと210ヤード地点ぐらいから確か下ってるんですよね、グリーンに向けて。なので、まあ、200ヤードをちょい飛べばいいかなっていう感じで、方向性重視でちょっと低めの球を打ちました。うん、大丈夫だよね。まあ、ピッチングでなんか90ヤード飛ばすぐらいのつもりでね、ゴロを打つような感覚で打ってます。特にボールの位置を中に入れすぎないようにっていうのは注意してますけど、まあ、低い球を打ちたいって思うとね、ボールを、ね、どんどん中に入れてしまってインサイド軌道にすごくなりやすいので、まあ、そこを注意しながら。
でこれセカンドはですね芝に食われてしまって、102ヤード52度で打ちましたけど大ショートでしたね。これはね、まあ、よだれが出てたんですねあのバーディー狙うぞっていう感じで、で思い切り振ってったんですがやっぱり力むと良くないですね。このラフで力んじゃうというのは良くないですねやっぱりね、うん、まあ、芝に負けないようにってね結構上半身で振りに行っちゃうと下をくぐりやすいというか方向性も安定しないので軽く振るのが正解です。これがアプローチ、ピッチングウェッジで、これはねラインちょっと読み切れてなかったですね。スライスしちゃいましたね。いや止まる、まあ、グリーン周りまでこういう風に運んでそこから転がしを、まあ、何番で打つかは、まあ、その人の得意不得意っていうのがあると思いますけども、まあね、私はずっと言い続けてるのは、うん、やっぱり振り幅は狭ければ狭いほど成功率が高いのでやっぱりねロフトの立った、うん、クラブを使うといいと思います。でこれも読み切って、よくパパッと入れましたね。なんかこう寄せ腕がこういう風に入ってくると非常に、まあ、ゴルフが楽になりますよね。パッティングっていうのは普段から自宅で練習すると、まあ、私がおすすめするのはやっぱり2メートルぐらいですかね、はい、でパッドアウトジャパン先ほども申し上げましたあれをねやる。でここは最後崖越えの175ヤード、ここはですね、まあ、雨も降ってますしちょっとショートするのは嫌だなと思って、少し長めのクラブ5番アイアンで打っていきました。このように、かなり前傾に合わせたフェースの角度になってますけども、まあね、このようにシャットに上げるっていうのはこの手首の右手の背屈が非常にうまくできるということで、トップの位置で右脇をこのようにコンパクトに折りたたむと、肘が下向いてるというのは非常に重要です。ここで右肘が。で、体の回転で打っていくと。クラブがね、常に、体の正面にある感覚っていうのを保ちながら打っています。で、フェースコントロールっていうのは左手の甲と右手の、この背屈度合い、うん、でハンドファーストに当てると。コンパクトに振っていっても、このロフトが立ってね、芯をちゃんと当てることができると、ロングアイアンでもね、しっかりと打てます。はい、でほとんどの方がですねこの手首の角度っていうのがうまく作れないと、でハンドファーストがうまくできない、リリースが速くなっちゃったりとか、してですね、どうしても手で、ヘッドをターンさせていくっていうローテーションをね、していっちゃうと、まあ、これやってるとですね、まあ、上半身主体のスイングになっていってやっぱりね悪い癖になって練習場でもそれをねずっと固めてしまうとスイングっていうのは良くなっていかないので、必ず大きい筋肉を使って素振りで重い棒を振るというのをお勧めします。はい、これ惜しかったですね。バディ取られたらピンボケでもうなんだかよくわかんないです。雨でピントが合ってないですね。というわけで、前半アウトコース2バーディで、2アンダーですね。うん、非常に良かったと思います。寄せ腕と、バーディーもねしっかりと取れるところは取ってという形で、まあ、惜しいパットも何回かあったんですけども、はい、というわけで、まあ、私は今怪我してますけども、こういう風に、ね、ラウンドしている姿を見ると早くゴルフやりたいなっていうのを心から思います。早く直して、また動画をお届けしたいと思いますので、チャンネル登録はそのままよろしくお願いします。それでは失礼します。あざーん、すぐ